子ども神楽は、吉田神楽団の後継者作りとして平成10年に発足し、当時の団員が、神楽団の子どもを中心に9名で構成されていました。今日来ている子どもたちは4歳から13歳までの15名です。地域外からは宮内地区、また朝原地区から、2名ほど参加しております。そうですね、やはり子どもたちが子ども神楽を通じて大人の神楽の手伝いもしたり、そういう中で、高校生になり、また大学社会人になって、この大人の神楽に入ってくれて、やはりその伝統芸能を継承するという意味でもこの地域に残ってくれて活動してくれております。好きなことをするということで、子どもたちもやはり厳しいことを言っても、必ずそれについてきて、それに見合うような演技もしてくれますので、大変楽しみにしています。祭りに上演することになります。盆過ぎに8月27日にもみの木公園の方で、交流学習会ということで、地域外から体験学習で来るところで、披露するようになっております。神楽を始めて10年ぐらいです。いとこのお兄ちゃんやお姉ちゃんがやっていたんで、それに一緒に入ってやってみようかなと思ったからです。合戦の時とか早い時がちょっと難しいけど楽しいです。もっと上手くなって、やってて恥ずかしくならないようにもっと上達していきたいと思います。初めて2年です。吉田神楽団の大人の人や他の神楽団の人を見てかっこいいと思ったからです。剣が持つところで、なんか鬼を切るところですごく楽しいです。もっと上手くなって大人神楽団の人みたいにかっこよく踊りたいです。神楽を始めたのは大体2年で、きっかけは、弟が最初に入って、それからだんだん自分もやりたいなって感じで、大変な時もあるけど頑張りが大事だと、目標は、大人の人がやる笛のような音ができるようになりたいです。神楽を始めて3年経ちます。お父さんが神楽に入っていて、かっこいいなと思って入りました。セリフが長いので覚えるのが大変です。しっかり待ってくれたと思いますけど、正直まだまだ物足りないところもありますので、これからも練習して積んでもっと上手にできるようになってくれればいいなと思ってます。練習積み重ねて、やはり子ども神楽団でありますけど、子どもしたんじゃなくて、しっかりとした上演ができるように、大人としても指導していきたいと思ってます。あとはレパートリーがもう1つ2つ増えればいいなとは思ってるんですけど、今年中にそういうことになるかどうかは分かりませんけど、そういう気持ちでやってます。順番、並んで、ここに並んで。
めっちゃいいな。初めて見たけど、よく言葉は分からなかったけど、なんか演技で昔の鬼を倒す様子がよく分かったから楽しかった。僕にはできないなと思ったからすごいと。昔のことがよく分かったし面白かったです。めっちゃすごい。地域の伝統文化を守る意味でもやはりこの神楽というのは大変素晴らしいものがありますので、この神楽を通じて子どもたちの精神的な一面も教えるということで、大変子どもたちもプラスになっておると思います。後継者不足を一番心配しておりまして、これから先伝統芸能を継承していく上で子ども神楽を通じて彼らがまた吉原に残って大人の神楽団で活躍することを楽しみにしています。お父さんが入っているのでお父さんを超えていきたいと思います。